はい、さい、沖縄の関です。はい、今日もドラゴンクエストヒーローズ2やっていこうと思います。ストーリーの方の続きですけれども。はい、まずはこっからね。結局なんでこれ戦いになっちゃったんだろう。まあ、これでやっと謎が解けるという展開だろうね。なんか、よくも我が父よ。え？よくも我が父よって。そなたがオレンカを攻撃したのはそなたの父ジャイワール王に何か関係があると。この王様背低いのになんかいいね、父の無念を晴らすため。オレンカ王はその男は我が父ジャイワール王を殺したのだ。え、私がジャイワール王を。ここまで言われてまだとぼける気とは。そうなの？父が殺された10日前の夜、父の部屋から出ていく貴様の姿を私はこの目ではっきりと見ているのだがな。なんかよくやるパターンだな。父の亡骸のそばにはこれが落ちていたぞ。頭の羽。見よ、この羽を。貴様の冠についている羽飾りと同じものだな。確かに。しかし私はジャイワール王を殺してなどいない。断じて。見苦しい逃れはやめよ。それも一刻預かる方か。え、なんかよくわかんない展開だ。本当に殺したの？テザールよ、そなた先ほどジャイワール王が殺されたのは10日前だと申したね。確かに10日前の夕刻のことです。それが確かならば、オレンカ王はそなたの父を殺した犯人ではない。なんで？それは何故です？10日前といえばオレンカの建国記念日じゃ。オレンカ王は来賓として参ったわしの相手をしておった。これも一日中つきっきりでな。じゃあアリバイがあるってことで。わしの目を盗んでジャイワールへ赴き、ジャイワール王を殺害するなど到底できることではない。わかんないよ。オレンカ王はそなたの仇ではないのだ。おそらくそなたが見たというオレンカ王の姿も、何者かがオレンカ王に罪を着せるために装ったものだったのだろうな。偽物。私は騙されていたのか。うん、じゃあ一体誰が。だとしたら私はとんでもない愚か者だ。仇に踊らされ戦争を始めてしまうとは。なんかますますこのような騒動を引き起こしてしまった関は王。なんか敵の全体像とかよくわかんないまんま。だね。待てよセザール、お前が死んだって何の責任も取ったことにはならないだろ。まあそれそうだけど。そうよ、それに真犯人も突き止めてお父様の無念を晴らさなくていいの？なあ、一緒に親父さんの仇を討とうぜ。名士様、私の気持ちもこの者たちと同じです。彼を罰しても失われたものは戻ってきません。それよりもジャイワール王を手にかけた真犯人を突き止め騒動の真相を明らかにすることの方がはるかに大切です。ですがセザール殿、共にお父上の仇を探しましょう。恩義を案じる者たちの気持ちを無駄にしてはなりません。こういう展開になってくるわけか。はっ、えっ、後ろから見るとハゲたおっさんに見える。
クレティアの女王、東の森にある王国、クレティア女王、クレティア女王から話を聞く。じゃあ東の森。いきなり怪しい。いきなり怪しくなったじゃん。いきなり怪しくなったっていうだけで仇っていうわけじゃないとは思うんだが、まあいいや。結構単純だねこの人も。まあ、とりあえずこのクレティア女王、ここに話を聞きに行こう。でいいのかな、それでいい。でセザールが仲間になりました。オッケー、これで新しい展開だ。チーム編成見直そう。セザールはね、やっぱなんかさっき戦ってみた感じでもなかなかちょっと強力なスキルとかを持っていたんで、セザール仲間に入れたいな。どうしようかな。どんな感じでチーム編成していこうかな。悩むっすね。しかもこの3人がね仲間ってことは、やっぱこの3人はもう外せない感じかな。ちょっと悩む。どういう編成をやろうか。よし、まあ、とりあえず、向かってみよう。あっちね、あっち、了解っす。まあ、ちょっとあっち行ってみるよ。まあ、準備をしっかりとしてと。いきなり予言が。予言がまた絡んでくるあたりが、幼馴染だそうです。ちょっと。だいぶなんか仲良しだね。で、この人誰？なんか新しい登場人物ですか？鍛冶職人。よし、了解です。どっかでまた会うことがあるかもしれないと。はい。はい、わかりました。さて、じゃあ行こうか。ローザス森林地帯を、こっちを抜けて、こう。はい。了解です。で、チーム編成こういう風にしてみました。トルネコが今回復できるんで、まあ、トルネコ回復役として加えて、あと3人の幼馴染という編成。このチームでしばらく行ってみようかな。これなんだろう。このキノコには注意っす。よいしょ。ガンガンと。はい。
こ行こう。そこの、そこがゴールですね。とりあえず、こいつやっつけて。よし。さあ行こう。で、この門の向こうに行けば、門が閉じてる。いかに、門が喋った。あらま。あらま。通れないの。魔族の森を抜けるルート。はい。なるほど。遠回りになるけどね。わかりました。まあ、とにかく、じゃあそっちのルートから行こう。マップの下の方ね、ちょっと戻って下へ行く。こっちか。よいしょ。よし、了解っす。さあ行きます。おお、ちょっと敵が変わった。変わってきた、変わってきた。はい。なんか、よいしょ、ゴロツキがいっぱいいるなぁ。さあ、ゴー、ついで、あっちか、あっち。あれ？道がない。橋がかかってない。なんで？あ、敵？はい？誰これ？悪い魔物じゃないパン。なんで？あ、家出中。はい。オレンカでいたずらをしてた。なんなんだその相棒って。はい、了解っす。うん、頑張るっす。いいっす。マネマネ、いろんなもん、もう、めんどくさそうだなぁ。まあ、とりあえずお廉価に向かおう。というわけで、今回はこんなところで一旦終わりにします。よろしければね、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。というわけで、今回はこの辺で、それではまた。